10月3日祝日ケリ姫スイーツ。さて今日でゲリラボスのこれは何でしたっけ、4条やっていきましょう。美食家使うほどでもないと思うんだよな、もうラストゲージだし。レッツゴー。でドロップはもう気にすることなく確定ドロップでしょう。あと今日は何やるかな、終わったら。あ、見えた。大冒険の始まりよ。ここで、なんだろう、宇宙船長とかライフ減らし系でやっちゃうと、あ、3つ目も取れなかった。自分から自給自足、さらに戻った時にもう1つゲット。あ、もう終わった。素材が一つ手に入ったね。でかいな。姫が食われそうだった。別の意味では食われてたな。素材何に使うんだ。多分4周年グッズのやつでしょ。お、操られた4女カレット。操られてるも何もずっと敵じゃないかっていうね。ゴールドチケット、まだ作成本的なものが手に入ってないかな。だいたいおしゃれグッズとかで手に入るもんだけど、なんかね、ボードの素材みたいなやつがムシュカラメリゼのステージで手に入ったりしてたから、今後の更新で増えてくんじゃないだろうか。1枚足りない、妖怪1足りない。うん、ここもまだですね。でね、ドレスの経験値ステージを回りまくって、今少しずつだけどもドレスを強化している。ちょっとやろうかな、せっかくだし。レッツゴー。ジャッジメントが一番簡単かな、ここに入れるんだったら。と言いつつ、いつもの癖で先制術師を打ってしまっている。宝箱アタックみたいに属性どうのとかライフがやたらあるとかそういうのじゃないので助かる。ジャッジメントで拾いきれなかった、倒しきれなかったら残りはバンでも打っておいてっていう、そんな周回パターンだね。ドレス経験値4倍は持ってないから、4倍ってあるのかな、3倍のやつでやってるけども、それでも十分ぐらいです。だいたい7200、300から8000ぐらいまで手に入ります、3倍で。バトル4。もうね、強化できるドレス全部強化しちゃったんで、あの覚醒ドレスとかあの辺りを除く、あの辺りね、強化費用割引入ってないから、どうせだったらそこら辺もさ、もう全部まとめて 80% オフやっちゃえよって話だよね。なんでそういうところをケチくさくやるんだろう。で、奥の宝箱がちょっと残りますけども、あとはニルなり逆なりコロスケなりということで、番ではこうやってね、青箱ゲットをちょろっとやっておくだけ。で、ドレス経験値がたっぷりと3倍。多分カンストはいかないっしょ。ってなあたりですね。カレット編。これはスロットの方か。新しい強化石のやつあったけど。で、ドレスと、この上の方のやつは、無視。で、あ、アニマドレスがまだ強化しきってなかったか。アニマドレスは宝船を回って、それで無料強化をしたいな。と、今持ってまだ強化できてないやつが、もう全部プラス5までいったんで。うおー、たくさんある、うおー。ここら辺はもう完全に強化しきったやつ。
なんか適当でいいです。もう1万、どうせだったらこれでマックスに行くやつに入れたいな。よい。こうやって HP とライフを底上げしていってと、これの繰り返しでだんだんと強くなってくる。昨日レベルいくつだったかな。まあレベルはねさすがに上がりづらくなってるけども、ステータスはレベルが上がらなくても強化をするだけでその分どんどん入っていくし、だから細々としてるやつもね、星2ぐらいまでのやつはなかなか微妙だけども、3以降のやつはどんどん上げていってと。明日の更新で何かな、まあ、多分カラメリゼの次のところとかかなだと、そんなあたりを期待しつつ、また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。